ついに念願の。ついに結婚じゃの。純白のドレスに身を包んだわらわは、そっと彼の登場を待つ。彼はゆっくりとこちらへ歩いてくる。結婚式の新婦役は、ボルカノンを指名しておいた。ハンカチで汗を拭きながら、必死に取り仕切っておった。あなたはいついかなる時でも彼を敬い、慰め、助け。というあたり以外は、緊張のあまり耳に入ってこんかった。変わらぬ愛を誓いますか？最後のセリフは、急に現実に戻されるように耳に残り続けた。誓います！わらわは必死に声を絞り出し、答える。同時に、今何をしているのだろうと、どこか冷めて考えている自分もいた。そうか。きっとこれは夢じゃな。考えてみれば、リアリティがまるでないわ。竜のわらわが結婚などと。わらわがそんなことを思っていると、ボルカノンが大きな声で、それでは誓いのキスを、と言いおった。これは、そろそろ目覚めそうじゃな。夢って、だいたい良いところで覚めるからの。わらわは夢とはいえ、久々にうぶな気持ちを実感する。そして、いい思い出じゃったと。この夢から、いつ覚めても良いように心構えをしておった。しかし、一向に夢が終わらぬ。えらく長い夢じゃの。まあ、最近は結構いろいろなことがあったからの。疲れておる分、眠りも深いんじゃろ。そんなことを考えていると、あやつがわらわの手を取って、優しく大丈夫と声をかけてきよった。大丈夫じゃ。夢じゃし目覚めても嘘だと分かっても、大してショックは受けぬ。いや、やっぱり目覚めた瞬間は、ちょっとだけショックを受けそうじゃ。できれば目が覚めると、綺麗さっぱり忘れてしまいたいものじゃ。はぁ。本当に臆病になっておるな。少し疲れてきたので、わらわは近くにあった椅子にゆっくりと座った。今日はずっと人間形態でヒールの高い靴を履いておったからな。靴を脱いで見てみると、足首が少し赤くなっておった。お、これは痛くなるやつじゃ。あやつは何かあるたびに心配してくれておったが、わらわは何事もないかのように笑顔を作っておった。いっ式も後半に差し掛かった頃、無理がたたったのか、足がもつれたのをあやつに見られてしもうた。すぐに心配したあやつが見た時には、足の指が真っ赤になって大きく腫れておった。何もそんなに怒ることはなかろう。どうせ夢なんじゃし、少しは頑張らせてくれてもよいじゃろうに。心配するあやつの表情を見て、わらわははたと気づいた。待て、待つのじゃ。痛いってことは現実？これは夢じゃないのか？やっほー、新婚さんじゃー。わらわは遅ればせながら、妄想のような現実を少しずつ受け入れたのだった。そして、あやつとわらわは二人で暮らし始めた。小さいながらも楽しい我が家。家庭には二人の子供たちが誕生しておった。さすが我が子じゃ。ドラオもドラミも可愛いの。結婚、そして子供までできるとは、さすがのわらわでも正直想像しておらなんだ。大事な幼子たちの頭を撫でつつ、わらわはその姿に目を移す。竜の特徴を体に残しつつも、目元はあやつそっくりの優しい眼差し。なんと我が子の愛くるしいことか。子供を優しく撫でていると、ゆっくりとあやつが近づいてくる。子供ばかり構っていてはダメじゃ。今日こそあやつに伝えようと思ったことを話さねばならん。古墳のう、少し聞いてくれぬか。真面目な話じゃ。
わらわはあやつをじっと見て、そしてゆっくりと話し始めた。わらわは長く生きておる。それもはるか昔からじゃ。この先もそなたより長く、ずっと長く生きてしまうじゃろう。でもこの今の時はそなたと共に生きたい、添い遂げたい、伴侶でいたい。そなたに会えてよかった。ここへ来てくれてありがとう。わらわを選んでくれてありがとう。こんな気持ち、長く生きてきた中でも初めての気持ちじゃ。大好きじゃ。愛しておるぞ。もう言葉なんかじゃ足りぬわ。子供たちもすでに寝息を立てておる。今からそなたへの愛を証明するぞ。ほれほれ。本当にありがとう。終わり。ルーンファクトリー4、さあ行きましょうか。